相撲の協会員から手紙を、まあ、もらいましたと。それをちょっと大阪のとこ行って調べてきました。相撲好きになるためには、一回きれいにして、ほんで、もう一回いい相撲協会にしてもらいたいんだよね。こんにちは、高藤力です。今日もよろしくお願いします。この前、ちょっと相撲の協会員から手紙を、まあ、もらいましたと。で、大野国さんが70万円支払われてるっていうのを、俺もだからそういうことはもう絶対そういうことはしないだろうなと思ってね。うん、だからそれをちょっと大阪のとこ行って調べてきました。調べていったら、やっぱり市でも、まあ、ヤンマーっていうのは、だから今年からヤンマーに、長い相撲場に、相撲場のやつを委託されてんだって。いろんなところで委託されてて、今だから、ヤンマーの子会社が委託されてやってるんだけど、そこで、だから、まあ、大野国さんが、だからそれを、だからお金を70万円取ってって書いてるけど、今日は私の友人の呼び出しの話を聞いてやってください。大阪市が柴田山親方の相撲場の維持費を委託してしまったんです。当然のように約70万円の維持費が柴田山親方に支払われて、本来使用者である相撲道場には支払われなくなりました。支払われなくなったと。そういう話は出てこなかったから、多分これは違うと思うんだけれども、その後のね、いろんな話があるんですよ。それをだから結局70万円もらってないとか、あと、まあ、鏡山さんと、あと、大野国さんが一緒に合同稽古をしてたと、そこの稽古場で、ね。でも、一般の、こう罪はならないんだけど、協会の規定としたら、だから協会一部屋に一個部屋を、土俵を作るっていう、その決まりでお金をもらってるわけだけど、それをだから二人でやってたらどうなの？一個お金余らない。はい。余るよね。うん、だからそれを、まあだから、川宮さんは、だから大野口さんに悪いからって言って、大野口さんに悪いからって言って、半分払うよって言って、言ったんだけど、やっぱそういうこともし公になったらやばいと思ったんでしょ、大野国さんが。いや、いいです、いいです。稽古したような形に、で、って言って、で、それを、まあ本人が払ってたと。そのね、土俵ね、洋服を、だから、その土俵。で、まあ、1時間いくらとかで、まあ借りるんだって、それを、土俵、長い相撲道場っていうところね、その時期だけ、相撲の、部屋がね。それを、だから、まあ、月、まあ、その何十万も払わないでしょ。だから2時間、1時間1200円とかそんなもんだから、それを、まあ、2、3時間結構借りたらいくらよ。だから、1000円でも2、3000円。3000円。かける30で。10万ぐらいだよね。はい、それを、だから、まあ、払うというような形で、だから、形だけど、でも結局、その払ってんだからっていうことで、だから土俵を作り直してくれって言ったときに、そこから、まあ、これもだから、もう一回話だけだから裏を取らないとわかんないけど、そこに、だからお金がなんぼか、だから呼び出しさんのお金がいるからって言ってお金を取ったっていう話もあるんだけど、これはまあ、本当か嘘かわかんないから、これもまあ、もう一回ちゃんと裏取りましょう。でも、本当のことは、だから親方二人で、協会のナンバー3とナンバー4が、そこで一緒に合同稽古して、ね、そこ合同稽古して、合同稽古したにもかかわらず、だから、土俵代は二つ請求してる。そこに問題があるわけ。まあ、ビビったるもんだけどね。それぐらいもう、と思うんだけど、そういうことをしてて、だやっぱいろんな、ちょっと、キャバクラ行ってたとか言って、1年休場とかね、もうそういうきついことするのは自分らもそういうふうな、
処罰を受けなきゃいけないよっていうこと。公になればね。これ公になるっていうか本当のことだ、だから、それを調べてもらえばわかるから。まあまあ、だから悪いもは悪いし、だからそういうお金取ってないっていうことはまあまあ良かったじゃないですか、それはね。調べた。これには書いてあったけれども、ね。当然のように、70万円の維持費を柴田山岡に支払っているって、これ書いておく。ちょっと、これ、ここだけちょっとあれしちゃって、見て。ここまで使った写真がね。これを、あれしちゃって。そしたら、俺が、だから、嘘ついてるわけじゃないから、はい、でも、これ書いたね、教会員の人が、だから、その、証拠がね、もしあるんなら、もう一回書いてきて、出してくれればいい。うん、そしたらまたそれは、こうなんだよっていうことは言えるから。だから、やっぱり、こう、まあ、土俵もそうだし、まあ、こう、相撲の親方が、やっぱ、これから、だから、どん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 、やっぱ、力士を増やしていかなきゃいけないし、これ、俺の部屋じゃないから関係ないとか、そういうふうな小さい心じゃなくて、全体的なことを考える。別にこの、将来有望な選手は、別にどこの部屋が入ろうが、協会の宝だと思ったら、だから応援すればいいわけじゃん。そこ。俺の部屋じゃない、俺の金にならないなら別に関係ねえやっていうような感覚はもう、正直、捨てないとダメだ。うん、そういう気持ちが強いから、やっぱその、他の部屋が憎たらしいとか、そういうのじゃなくて、やっぱ大きい気持ちでこう、応援するって気持ちね。はい、ファンの気持ちで考えていかないと。相撲の親方も。相撲全体で考えて。そうそう。全体で考えていったら、じゃあ、将来有望な選手は、やっぱ、悪いことしたら怒らなきゃダメだし、はい、ね、うん。いいことしたら、おい、よかったなって褒めてやればいいし。関係ないっていうんじゃなくてね。うん、でも、本当に、小中学生とかに、どんどん相撲を好きになってもらわなくちゃいけないの、うん、そうそう、相撲好きになるためには、一回、まあ、綺麗にして、ほんで、もう一回、いい相撲協会にしてもらいたいんだよね。それが俺の願いなんだよ、本当の。なんか、そういう、うん、協会のナンバー3、4が、小ずるいことやってるっていうのはちょっとがっかりな。うんうん、まあそれはもう、ね、金がないから、なんとか、ちょっとでもお金にしたいって気持ちもわからんでもないけどね。うん、でもやっぱダメなもんはダメだからね、はい、うん。それが部屋に使うのか、自分の懐に入るのかで、なんか、だいぶやっぱり見方変わってきてる。そうね、うん。まあまあ、だから、そんな感じで、今回だから、そういうことを、やっぱ言ってくれっていう人もいたから、はい、だから直接話聞いてね。はい、うん、だから、だ実際は、だからそういう形なんだっていうことだけ、はい、うん、今日分かってもらいたいなと思って。でもやっぱりこういうちょっとした疑問でも、どんどんいただけると、うん。そうそう、言ってくれたら、もう、ね、やっぱりこう、ちゃんとこう説明できればね、はい、説明するし、だからその中で、まあ、自分も大阪行ってその話を聞いてくるし、はい、うん、まあそういうのって、嫌がる、人も多いけどね。うん。嫌がる、そういうこと話聞きに行くからね。なんかリポーターの気持ちがよくわかるよ、なんか。関係ねえよ。関係ねえよ、みたいな。ああ、チキャチキャとか言って言われて。それしつこく行く？うん。今日は、ありがとうございます。桂錦式の、弁護士の話。じゃあ、それ聞きましょうか。じゃあ、どうぞ。やっぱりみんなそういうことも、ラジオ知ってるんで、なんでそのエコヒーティをするんだって思うんですよね。そうですね。はい。いろんな話が出てくるね、本当。